みなさんこんにちは、年中無休の反抗期、峯岸みなみです。そして、わかちゃんです。こんにちは。こんにちは。もうおなじみのわかちゃんなんですけれども、お友達でありお友達です。なんて言おうとした今。わかちゃんのご自宅を、はい、キッチンを借りているんですけど、どうしてここにいるかと言いますと、私峯岸みなみ、来週の11月15日で28歳のお誕生日を迎えるということで、今日は自分で自分の誕生日ケーキを作ろう。イエーイ。おめでとう。一人の力ではケーキはできないだろう。そして必要な道具も何もないだろうということで、いつもお世話になって若ちゃんに泣きついて、ここに来ました。できるだけ自分の力で、自分にバースデーケーキを作るという企画をやりたいと思います。スタート！スタート！皆さんの前でしっかり消毒をね、はいはい、今日どんな、ケーキを作りたいかと言いますと、一番好きなフルーツ、これじゃーん、シャインマスカット。はい、シャインマスカットをふんだんに使ったショートケーキを、まずは2個卵を割る。割る。はい、通人。あーん、まあまあまあ、カルシウム、カルシウム、心強いですわ。赤ちゃんが横にいて何かあったら。そうですね、卵はあんな下手だね。すわ、はい。そしてここに、ハンドミキサーの羽で、はい、ちょっとこう軽くほぐして、はい、砂糖を全部、全部。わあ、こんなに砂糖を使うのね。そうよ。はい、簡単。もう手痛い。これ重いよね。料理教室の罠はね、面倒くさいこと全部やってくれるんですね。見て、わかるかな。滑らかで。これ結構大変そうじゃない？やってくれちゃった。ああ、ハプニングチャンスかもしれないのに。狙ってる。大丈夫です。真面目にいきます。トン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 。これって全部ふるいにかけてから混ぜていいの？うん、はい。これを私の昔から得意な切り混ぜを。切り混ぜ上手なんだよね。あ、いいねいいね、ちゃんとボールも回せてるね。上手だね。ああ、上手だね。上手にできました。褒めて伸ばす。褒めて伸ばす。美味しそう。上手。いやでもね、ゴムベラの切り混ぜ一番重要だからね。そうなんだ。そう。リボンみたいに。リボンみたいに。ほら本当だ。こんな感じ。お菓子作りって料理よりも疲れるね、なんか。ご飯を作るよりも。ああ。気使うからじゃない。触りすぎちゃダメとかさ。気を抜いてるんですか？そうよ。わかんないです、終わりが、やめときが。ただただやってる人。もういいよ。オッケー。オーブンに入れます。洗います。はい、じゃあお願いします。膨らんでくれよ。膨らんでくれ。焼きます。よし、じゃじゃーん。はい、あ、きれい。きれい。いい？成功です。大成功。私の鬼のサクサク切り、なんだっけ、切り混ぜ、切り混ぜ成功です。上手にできました。ちょっと聞いてください。ケーキを作り始める前にお腹すいたなって、まだ何も食べてないって言ったら、赤ちゃんがケーキを焼いてる間、今の一瞬の間に、なんかよくわかんないけど、おしゃれな美味しそうなご飯を作ってくれました。何ですかこのお料理は。なんだろう、チーズ焼きにしました。やった、食べる食べる。隠しきれぬ、いつもこうなんだろうか。
美味しいよ。味大丈夫？うん、適当に足してね。うん。うまっ。まあ確かにちょいと塩あってもいいかな。塩ある。トリュフ塩ないよね。贅沢病あった。え、本当？うん、すごい。幸せだ。赤ちゃんとは9年前ぐらいの、私がまだ10代の時、うん、明星の連載をやらせてもらってたんです。なんとこの私が、あのアイドル雑誌明星のお料理の企画の月に、その ABC クッキングスタジオっていうところで赤ちゃんが働いてて、料理を指導してくれたところが出会いです。うん、うん、でも皆さんが思ってる以上な頻度で一緒にいるの。うん、半同性レベル。うん、うん、でも洗濯やっぱ赤ちゃんがいないとちょっと回らないっていうところありますね。え、トータルでない4回ぐらい回したっけ、みーちゃん今まで。うん、やばいね、4回ぐらいしか回してないんだって思われたらやばいやつ。でも掃除機はかけてるし、ゴミ捨てもしてるよ。でも掃除機の中のゴミは捨てたことないよね、みーちゃん。それはまだあった。でも最近鮭がもう赤ちゃん赤ちゃんだから、うん、ちょっとは2人の時間も作ろうと思って、私は。幸せだって、マカちゃんいたらさ、マカちゃんの方が鮭の扱いに慣れてるから、ラブラブするのも。だってさ、兄ちゃんより鮭私の方が長く会ってるから。ねえ、しばらくはちょっと2人にさせてもらいますよ。あー、悲しい。ではスポンジの粗熱が取れたのでカットに入りたいと思います。で離さずにそのままで包丁まっすぐ。必死すぎる。つながる。あ、いいじゃん。あ、いいね、つながったね。あ、綺麗。あ、なか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 。上手上手。ほら、綺麗。あ、いいじゃん。うん、はあ、嬉しい。綺麗にできたよ。はい、息してなかった。私もうちょっとしい。嬉しい。美味しそう。研究室になることではない。こっからが本番。お、いいじゃん。いいんじゃない、いいんじゃない。いい匂いしてるよ、すごい。めぐらいだったら2すくいってもいいかな。で、ゴムベラを汚さないようにちょっとだけこっちを上げながら左。そう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 。伸びない。思いっきり押していいよ。こうギューって押して、どこ切ってもマスカット。いいですね、いいね、順調ですよ。何？クリームを乗せます。この上に？そう。え？クリーム、マスカット、クリームでサンドしてケーキね。OK、方向転換。そう。で、右。ちなみに、うん、早く動かした方がクリームはもそもそにならない。はい。はい、OK、いいね、いいね。引き継ぎが必要。そう。横。横。あ、横。そう、横。横は、うん。あ、それは簡単じゃん。やらして、やらして。あ、倒れた。急にやりたくなる人。子供、子供。あ、もう私も何歳できる。さあ、絞りだ。楽しい、楽しいデコレーション。いきます。どうぞ。では無言の飾り付けも終わったのでちょっと喋るの忘れちゃった。ね、ろうそくを刺してケーキが完成しました。じゃーん。お、どうだ、怖いな、これ落としそう。見えますかね。
結構上手じゃない？かわいい。ブルーベリーもポイントになっています。火を自分でつけて自分でつけて、せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアミーちゃん。ありがとうございます。おめでとうございます。ハッピーバースデートゥーユー。いきます。いただきます。いいじゃん。おいしいわ。いい記念になりそうだ。28歳の抱負は、無事卒業することと、うん、禁酒も解禁するかも。そうだ、うん、お酒を飲むようになっても自分でコントロールして、うん、毎日健康に、うん、健全に生きるこれは動画で言えるのか、うん、まあね、いつねチャンスとか、うん、きっかけって落ちてるのか分かんないなってそれ改めて思ったので、うん、どんな仕事もなんか真摯に取り組んで、うん、今回のチャンスをこう無駄にしないように、この一周だけで終わらないように、次につなげられるように頑張っていきたいなっていうふうに、ちょっと真面目なんですけど思います。こうやって YouTube で、ああ意外とのんびりした人なんだなみたいな印象とか、コラムとかも書き始めて、いろいろこんなことを考えてるんだって新しく発見してもらえた部分もあると思うので、なんか今私はテレビの中だけの自分じゃないっていう自信がちょうどついてきた時なので、こういい意味で頑張りすぎず頑張っていけたらいいな、28歳というふうに思います。いいですね、鮭がいるから。そうだね。そう、お家に帰ったら私の大好きな息子、そう、鮭が、鮭翔介くんが待ってるから、皆さん28歳の峯岸みなみも、そしてこの峯岸みなみチャンネルもどうぞ応援よろしくお願いします。ケーキ美味しそうだったね、みーちゃん頑張ってたね、赤ちゃんめっちゃいい人だねって思った方グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。以上、ネギスみなみでした。お誕生日おめでとう。おめでとう。本当は来週だよ。ね、切って。もう頑張ったから。切って。もういいです。もういいの。